一回寝て頭を整理しなよ。そうする。起きたらこの話も夢になってるかも。何よ、うるさいな。どうした。窓の外にでっかい魚がいたんだよ。魚。確かに雨も降っていないのに窓の外が濡れてる。妙だな。マル、一応警戒だ。船長に。